リープロジェクト無敵デンジャラス。リープロジェクト開館エブリデイ。僕にぴったり。リープロジェクト無敵デンジャラス。チョッパチャロス、何味が好き？別に意味はないよ、聞いてみただけ。いつもいろいろありがとう。日頃の感謝はちゃんと言葉と態度に表さないとね。というわけで、今日の夜たっぷりお礼するから。もう朝？まだ時間あるよね。もうちょっと寝かせて。今日のスケジュール教えて。もちろん現場は一緒に来てくれるんだよね。お昼か。ご飯食べるよりも寝たいけど。わかってる、ちゃんと食べるよ。さてと、おやつはどのチョッパチャロスにしようかな。もうこんな時間か。ちょっと休憩。はあ、この閉鎖的な空間落ち着く。まだ起きてるの？僕もう限界。プレゼント届いてるみたい。新しいメッセージだって。お誕生日おめでとう。今日一日何でもわがまま聞いてあげる。こんな機会めったにないんだから有効活用した方がいいと思うよ。さあ何をしましょうか、お姫様。たまにヒヤヒヤさせられることもあるけど、あなたの一生懸命な姿にいつの間にか励まされているんだよね。いつもありがとう。これからもビシバシ行くからね。ハロウィンの衣装って僕好きだな。遊び要素が満載で作りがいがあるもんね。あなたの分の衣装も用意したから絶対着てよね。もうサンタさんなんていう年じゃないけど、僕とトモは毎年プレゼントを送り合っているんだ。今年はあなたの分も用意したから楽しみにしていて。メリークリスマス。今日はとっておきのディナーを用意したんだ。だから予定が入っているなんて言わせないよ。2019年も今日でおしまいだね。今年はどんな1年だった？2020年をより良い年にするためにも、今日はいろいろ振り返ってみてもいいんじゃない？明けましておめでとう。今年は去年よりもっといい1年にしないとね。そのためには行動あるのみ。待っていても何も始まらないよ。僕がついていてあげるから、勇気を持って新たな一歩を踏み出してみたら。はい、チョッパチャロス。お疲れ。いいね。今度写真の撮り合いっこしてみる？もちろん外には出せないやつだから、完全プライベートで。こんな表情ほとんど見せないんだから。特別扱いされてるって自信ちょっとは持ってもいいと思うよ。この時の僕何考えていたと思う？知りたい？じゃあ特別に教えてあげるから耳貸して。ん？不意打ちしちゃった。これくらいじゃ満足しないよ、当然でしょ。やった！今度二人きりでお祝いしようね。ドキドキしちゃう。もっと僕に夢中にさせちゃうからね。一瞬だってよそ見したら許さないんだから。ちゃんと僕のこと見ててよ。もっと僕を感じさせてあげる。どう？ときめいちゃった？仕事が終わった後はユータとスイーツを食べに行くことが多いかな。
どうしてもって言うなら今度連れて行ってあげてもいいけど。一緒にもっと楽しいことしたくない？リハーサル始めるよ。リハでできなきゃ本番なんてうまくいかないよ。リハって大事だよね。キラッキラのステージ見せてあげる。ねえ、ライブ始まるよ。思いっきり楽しまないとね。もっと頑張らないと。悔しい。さすが、特別にお気に入りのチョッパチャロス分けてあげる。最高。特別なご褒美考えないとね。いい感じ。次はもっとドキドキさせてあげる。すっごく楽しかった。大満足って感じ。悪くはなかったけど、ちょっと普通だったかな。ま、こんなもんかな。もっと最高のパフォーマンスにしないとね。全然足りないよね。今度はもっと上を目指すから。あなたってやっぱり最高。たまんない。完璧。僕たちの愛が届いたみたいだね。ねえ、今どんな気持ち？僕は最高な気分。瞬きしてる暇なんてないよ。みんな楽しんでる？僕たちに不可能なんてないよね。もっと盛り上がろう。まだまだ盛り上がる元気あるよね。バテたなんて言わせないよ。行くよ、トモ。トモ、いい感じ。うん、そうだね。ゴーシやるじゃん。オッケー、ゴーシ。今日はいいとこ譲ってあげる。ユータ、僕も一緒に。そうだね、ユータ。体が勝手に動いちゃうよね。調子いいじゃん、ケント。ケントカッコつけすぎ。さあ、弾けるよ。カズ、飛ばしてるね。さあ、行くよ、カズ。うん、さすがって感じ。モモ、いい顔してる。モモ、その調子。こっちまで熱くなってきちゃった。ヒカル、決めちゃって。最高だね、ヒカル。僕も負けてないからね。タツ、行くよ。オッケー、タツ。まだまだ盛り上がれるよね。ミカ、テンション高すぎ。決めるよ、ミカ。このまま突っ走るよ。いい感じだね、ユズ。ユズ、キラキラしてる。もっと騒いじゃおう。ハル、見せつけるじゃん。オッケー、ハル。休んでる場合じゃないよね。アカネ、全力で行くよ。いい景色だね、アカネ。かっこいいじゃん。トノ、もっともっと。限界なんてないよね、トノ。生意気なんじゃない？ついてきてよ。さあ、行くよ。バッチリ決めるよ。ねえ、トモ、トモ、僕からのプレゼント開けてみてよ。お疲れ。よろしく。本番もこの調子でいけばバッチリ。いい感じ。トモと僕がいれば何の心配もいらないよ。さあ、これからだよ。もっと見せてあげる。まだまだこんなもんじゃないよね。みんなの気持ちに全力で応えるから、ついてきてよ。完璧。さすが。次は完璧にやってみせるから。やったね。お楽しみはここからだよ。今日も忘れられない最高のライブにしてあげる。ちゃんとついてきてよ。よし、ナイス。いい感じ。しっかり決めるから、ちゃんと見ててよね。